what it is, y'all. It's your boy Chingy, man. Straight from the loop. Where we stay tuned. Damn. Yeah. Room 101 with Chiho Watanabe on Bay FM 78。午前3時を回りました。音楽ライターの渡辺志保です。毎週金曜日のこの時間はミュージックガラージルーム101。ヒップホップを中心に今の音楽シーンや様々なカルチャーを取り上げていくプログラムです。あっという間に11月も終わりっていうね感じがしますし、こう本格的な冬の到来を肌で感じている昨今でございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、結構この寒くなってくると喉から来る風にやられることが多くてですね、まあただ風邪などひいちゃおれんという感じがございますので、こう毎日最近は何ていうの、自分でハーブをというとちょっと変な言い方かもしれないですけれども、自分でこうハーブティーをですね、これとこれをブレンドしてみたいな感じでこう調合して、で蜂蜜を混ぜて、まあ、温かいお茶を作ってですね、ちび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 と、飲んで、まあね、自分でできるところから風邪予防をしていますという感じです。皆様もね、健やかにお過ごし、になっておられますでしょうかっていうね、感じで始めたいと思います。で、つい最近、11月の19日ですね、渋谷のオーイーストで行われましたファンシーのワンマンライブに行ってきたんですね。で、ファンシーって、チンザドープネスさん、ゼンラロックさん、そしてジーリナさんの3名からなるユニットなんですけれども、それぞれ3名がソロアーティストとしてずっと長年にわたって活動してきて、で2019年にファンシーという、まあ、自分たちのチーム名を冠したアルバムを出して、まあ、それがファンシーとしてのファーストアルバムというわけなんですけれども、今年ファンシーバイファンシーというセカンドアルバムを出して、で悲願の、ファンシーとしてのワンマンライブを先日開催されておりました。で見に行ったわけなんですけれども、ゲストにはですね、なんとゆるふわギャングの2人と、そしてユーザロックさんがね、参加されておりまして、で、まあ、最近私もまあライブはちょこちょこっとこうね、いろんなライブ戻ってきたなという感じで、私もこう足を運ぶことが徐々に増えてきたって感じがするんですけれども、で、まあ、この番組でも何度となく皆さんにこうね、悩みを打ち明けるように話してますが、今年なんかすごくなんていうの、こうヒップホップ揺れたみたいな、ちょっとニュアンスわかりますか、混沌としてたなみたいな。で、私自身もその、自分がね、どういう心持ちでどういう気持ちで今後、ヒップホップを聞き続ければいいものかとか、どんな気持ちで皆さんにこうね、ヒップホップの楽しさ、素晴らしさを、伝えていけばいいものかみたいなことを、今年一年ね、結構こう思い悩むことが多かったんですよね。で、いや、そんなお前考えすぎだろうって言われるかもしれないですけれども、でもやっぱいろんなことが起こりすぎちゃって、でいろんなことをね、思い詰めてたって言ったら変ですけどね、まあ、こうして毎週ラジオをやっていく中で、どうしたもんかなというふうにこう思い悩むことが多かったです今年。で、まあ、そんな中ファンシーの3人のね、ライブを拝見しまして、こう大人がやってるヒップホップで、みんなこれが好きで好きでたまらないっていう思いがですね、もうステージ上からめちゃくちゃ発散されていて、でお客さん、そしてですね、私ちょっとまあ関係者席にもいたんですけれども、集っている関係者の皆さんなんかもやっぱこう大人の方が多くて、かっこいいお兄さんお姉さんが、たくさんいらっしゃって、でなんかこうね、あ、このままやっぱヒップホップずっと好きでいていいんだみたいな、なんかすごいね、勇気をもらった夜でした。でめちゃくちゃフレッシュだけど、まあ3名ともね、長くアーティスト活動やってらっしゃいますので、その確かな実力というか、ライブにおける、ね、スキルの高さというのは本当随一ですから、フレッシュさとそのある種のこう円熟味みたいなものが、同居したステージで、なんかねすごいプレシャス、尊いみたいな、感じでしたね。ジーリナさんも本当素晴らしかったですね。もうどこまでもエネルギッシュでね、もううっとりしながらステージを拝見しておりました。
というわけで今日の1曲目は、ファンシーの、曲で始めたいと思いますけれども、あなたになりたいという曲で、でこれがそのファンシーバイファンシーという今年、リリースされましたアルバムの中に入っていて、最近ミュージックビデオも公開されたんですけれども、アルバムに入っているバージョンとは別のリミックスバージョンが後から発表されまして、そこにはそのユーザロックさんが参加されてるんですよね。もうステージに登場した時のユーさんの貫禄たるやっていうね、感じでした。でこの曲リミックス最後にやるときに、あのアフラさんも登場してくださってですね、あのもう間違いないボイスパーカッションを披露しながらのあなたになりたいをね、皆さん披露してくださっていて、すごいこう気分が高まりましたね。もういや好きで好きでたまらないんだなっていう、ことがねとても、伝わってくる、そんなステージでございまして、もうね先輩方ありがとうございますっていう気持ちで、拝見しておりました。というわけでここで、前置きが長くなってしまいましたがお届けしましょう。今日のオープニングチューンはファンシーであなたになりたい、フィーチャリングユーザロック。音楽ライターの渡辺志保がお届けしているミュージックガラージルーム101、湾岸エリアのラジオステーションベイ FM からお届け中です。番組へのご意見やご感想、そして質問やリクエスト、何でもいいのでぜひぜひ皆様のお声をツイッターやメールでお聞かせくださると嬉しいです。ツイッターで感想などつぶやいてくださる際はこちらのハッシュタグをつけて参加してください。ハッシュタグはルームアンダーバー101、ルームアンダーバー101です。そしてメールでお寄せくださる際はこちらのアドレスまでお願いいたします。メールアドレスは 101@bayfm.co.jp 101@bayfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。では今夜のミュージックガラージルーム101のメニュー紹介です。まずは最新の音楽トピックスを交えながら、音楽ストリーミングサービス Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきます。そして、本日番組後半では先日フィフスシングルスカーズを発表しましたシンガーソングライターのねなしさんをお迎えいたします。それでは Spotify のチャートから気になる楽曲を紹介していきましょう。グローバルトップ50チャートですけれども、世界中のチャートを席巻しているのはあのシルクソニックのアルバムからの楽曲がドワーッとランクインしている状態です。この番組でも何度となく紹介してきたシルクソニックですけれども、改めてちゃんとあのレーベルのホームページに、ちゃんとしたですね紹介文が、書いてございましたので、私のいい加減な紹介ではなくて、ちょっとこちらの紹介文を改めてですね、皆様にもお読みしたいなと思うんですが、グラミー賞を合計11部門受賞している音楽界の至宝ブルーノマーズと、グラミー賞を計3部門受賞しているアンダーソンパークが生み出したグループシルクソニック、今年の3月にリリースしたデビューシングル Leave the Door Open は全米シングルチャートで1位、世界各国のチャートでも1位を獲得。オフィシャルミュージックビデオの再生回数はすでに4億回を突破。そして7月には夏にぴったりなセカンドシングルスケートをリリース。ブルーノ・マーズ自身が監督を務めたミュージックビデオは5000万回の再生回数を突破というシルクソニック、2人のねユニットでございますけれども、待たれていた、非常に待たれていたアルバム、その名も An Evening with Silk Sonic、 シルクソニックとの一夜と題されたアルバムが、先日発表されました。いやー待ってたよっていう感じです。そしてもう超超期待を裏切らない、まあ、70年代風味のあのちょっとね解雇主義的なレトロなバイブス漂う、珠玉のソウルチューンが、全部で9曲収録されております。でこう私がすごくいいなと思ったのはブルーノマーズらしい、そしてアンダーソンパークらしいところでもあると思うんですけれども、なんかちょっとこうユーモアを交えながら歌っているところですよね。なんかねこう真面目なド直球の、ラブソングなんかもありますけれども、これからかけるあのスモーキングアウトザウィンドウというね、あのアルバムに先駆けてこちらもリードシングルとして発表されましたけれども、これなんかもすごくこう歌詞を読み解くと、あこんなこと言ってるんだみたいなね、ちょっとニヤニヤしちゃう感じの表現なんかもありまして、でこの番組にも一度あの登場してくださいました池城美奈子さんがご自身のブログにあの和訳をですねあの丁寧に載せてくださっておりますので、お時間の方はそっちも一緒にね楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、なんかそれちょっとウィットに飛んでるところ、ちょっとユニークなユーモアがあるところっていうところもあのこのアルバムの魅力かなと思いますし、でこれはもういつかライブで生で聞いてみたいなって、このシルクソニックこそライブ見てみたいなと思いますよね。なんかめちゃめちゃあの大掛かりなワールドツアーとかやってほしいなって、まあね、コロナも落ち着いたらやってほしいなというふうに思っています。
というわけでここで一曲お届けしましょう。セレクソニックでスモーキンアウトザウィンドウ。Dig tracks, get the rhythm, move to the beat, recommended tracks, nail it, flow. ではここでもう一曲私のお気に入りチューンをお届けしたいと思うんですけれども、まあ、11月も終わるということで、もう今年もね、残すところ、まあ、あと37日ぐらいになります？ 37 日もないか、もう、あ、そっか、35日ぐらいですよね。1ヶ月今日っていう感じですよね。で、まあ、やり残したこといっぱいあるなって、こうね、計画したはいいけれども、途中で諦めてしまったこともありますし、こうね、友人とかに相談して、結局そのまま手つかずのプロジェクトみたいなものが、私の中でこうくすぶっておりまして、来年はですね、ちゃんとそこにこうね、しかるべきエンジンをこうね かけて自分で自分を奮い立たせて、もっと頑張るぞっていう気分に今なっているというか、そういうモードに持っていこうと、しているところなんですよね。皆様はやり残したことなどございますでしょうか？で、2022年もっと頑張ろうと思っているんですけれども、でも待ってよっていうことがこう自分の中であって、2021年に出るぞ出るぞと言われていたアルバムがね、まだ出ていないんじゃないかっていうね、ことに気づいて、いや、これを聞かないと年越せねえなーみたいな。いや、しかし本当に出るのかなって、出る出る言ってて、また、ね、また何ヶ月も何年も延期になっちゃうパターンかなって思うアルバム作品がいくつかあって、で、一つはですね、例えばコーデイというラッパーがいらっしゃいまして、もともと YBN コーデイという名前で活動していて、でこの番組でも何度となく取り上げていますけれども、まあ、コーデイといえば、まあ、本人はね、そこだけにフォーカスされるのすっごく嫌だと思いますけれども、まあ、なんと言っても、大坂なおみ選手の彼氏としても知られているわけですよね。で、コーデイさんも今年、アルバムを出すって多分もうできてるんですよね。で、ちょっと前もハワード大学だったかな、大学にコーデイが行って、自分の新しいアルバムのリスニングパーティーみたいなことを、しておりましたし、で、リードシングルと言われるね、曲なんかもリリースされているわけなんですけれども、肝心のアルバム本編がまだ出てないのよっていうことですね。で、この間も大坂なおみ選手が、インスタグラムに写真をお二人で撮って写ったね、多分バスケットボールのこうコートサイドで撮った写真なのかな、お二人で撮っている写っている写真をアップして、で、私がコーデと二人で写っている写真をアップすると、絶対にアルバムはどうしたのって聞かれるんだよねみたいな、キャプションをつけていて、あ、やっぱ大坂なおみ選手もそういう風に思ってるのかなみたいな、コーデのアルバムいつ出るのって思ってるのかなと思いましてですね、ちょっとほっこりしたわけなんですけれども、12月中に出るのかなと期待しております。で、あとはですね、でかいタイトルと言いますと、やはりケンドリック・ラマーがですね、新しいアルバムのリリースをほのめかしております。で、もう特設サイトみたいなこう謎のサイトが、出来上がっておりますし、おそらくオクラマというね、タイトルになるのではということも、ご自身で発表しておりますし、で、長年連れ添ってきたトップドッグエンターテイメントという、レーベルがありますけれども、まあ、そこと最後の、アルバムになるんだ、そこからリリースする最後のアルバムになるんだということも、以前にですね、ソーシャルメディア上で発表しておりましたので、こちらももういつ出てもおかしくないんじゃないかなというふうにね、思っております。年内にサプライズリリースみたいなことがあるのか、それとも2022年に持ち越されるのか、まあ、2022年明けてすぐね、スーパーボウルのハーフタイムショーなんかもありますから、そこに合わせて発表するのかなと思ったり思わなかったりっていう感じですね。で、そしてあとはですね、これはもうどうなるか本当わかんないけど、トラビス・スコットもね、ユートピアというタイトルの新しいアルバムも、すでに準備中ということで、これもいつ出てもおかしくないんじゃないのかなと思っていたんですけれども、まあ、ついね、先日、この番組でも2週にわたってこう、重い感じで取り上げましたけれども、彼が主催したアストロワールドフェスでの大惨事ってことがありましたので、一度ね、アルバムのリリースなんかはお蔵入りに、なってしまうのかなというふうにも、案じているところです。まあ、そんなわけで、これ聞かないと年を越せないよって思ってるプロジェクトがいくつかありますので、ここから約1ヶ月ぐらいの間ですね、大物のサプライズリリースがあるかもしれないなと、ちょっと胸を躍らせている次第でございます。というわけで、ここで私がですね、今年、めちゃくちゃ楽しみにしているアルバムから1曲お届けしたいと思うんですけれども、本来であれば今年の9月、2011年の9月に、出ている予定のアルバムがあります。何かと申しますと、ビッグ
ッグボーイとスリーピーブラウンによるビッグスリープオーバーという、タイトルも決まってるんだよね、ビッグスリープオーバーというね、アルバムが計画中でございまして、で何かと申しますと、アトランタのね OG も大ベテランでございますビッグボーイと、そのビッグボーイもしくはそのアウトキャストですね、ビッグボーイがいたアウトキャストとずっと一緒に、音楽を作ってこられたスリーピーブラウンという、まあ、シンガーソングライターの方がいらっしゃいますけれども、兼プロデューサーですね。そのスリーピーブラウンとビッグボーイがコラボアルバムを作ってるんですって。でビッグスリープオーバーというタイトルで9月に出る予定だったというわけで、で今年何度かですね、ここからそのもうシングルはいくつか出てるんですよね。でどれもこれもめちゃくちゃ素晴らしくて、でさっきもシルクソニックの曲をかけましたけれども、まあ、ちょっとこうレトロなバイブスもありつつ、まあ、ただビッグボーイもスリーピーブラウンもめっちゃベテランだから、その演じ組っていうかね、そのにじみ出るベテランのこう落ち着きっぷりみたいな、ものもあってですね、たまらんなと思いながら、毎回毎回シングルは今のところね、楽しませてもらっているという感じです。で、まあそんな二人からですね、また新しい、新曲が届きまして、もうアルバムはいつ出るんだと思いながらも新しい曲が届きまして、アニマルズというタイトルになっておりますので、まあこのアニマルズを聴きながら、またさらに、アルバムへの期待を高めているところでございます。というわけで、今年中に出ればいいなと思っているアルバムビッグスリープオーバーから1曲お届けしましょう。ビッグボーイ&スリーピーブラウンでアニマルズ。はい、お届けした曲はビッグボーイ&スリーピーブラウンでアニマルズでした。渡辺慎吾をお届けしているベイ FM ミュージックガラージルーム101。お知らせを挟んで番組後半には、先日新曲スカーズを発表しましたねなしさんをお迎えしてお届けします。Dig tracks, get the rhythm, move to the beat. Room 101, Shiho Watanabe on Bay FM 78. Dig tracks, get the rhythm, move to the beat. Recommended tracks, nail it, flow.私、音楽ライターの渡辺志保が金曜深夜にお届けしているヒップホップ専門プログラム、ミュージックガラージルーム101。ここからの時間は先日、5作目のシングルスカーズを発表しました、ねなしさんをお迎えしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今目の前にねなしさん座ってくださってるんですけれども、はい、この番組今年もやってきてですね、はい、初めてこうやって対面で、スタジオで録音するトークが今日、もう12月に入りそうな感じですけどちゃんとスタジオでこうやって撮るのがすごく久しぶりで、じゃあずっとリモートでやられてたんですか？はい、そうですね、はい、あとちょっとこうなんていうんですかね、スペースに我々が伺って、そこでマイクを持参でこうね撮るみたいなことはあったんですけど、今日はちょっとねスタジオを借りてお届けしてまして、ありがとうございます。いろんな意味でちょっと高まってます。イエス、はい、ありがとうございます。で、私の方から簡単にねなしさんのプロフィールを紹介したいと思います。シンガー、ラッパー、プロデューサー、そしてトラックメーカー、アメリカやカナダ、ブラジル、バハマ、アルゼンチン、そして韓国や香港、そして日本、タイ、カザフスタン、フランス、イギリス、ドイツ、スイスなど、さまざまな国や地域を転々と旅するねなし草。2019年3月にロストイントランスレーションでデビュー。ベールに包まれた存在にもかかわらず、アップルミュージックの今週のニューアーティストに選出。先入観なしに音に反応した音楽ファンや関係者の間で瞬く間に火がついたということで、これまでにそのワールドワイドな活躍を見せながらも、ミステリアスな存在としてシンガー活動を続けてこられたというイメージが非常に私も強くてですね、でいただいた資料にはストリーミングで火がつき、総再生回数は約500万回超えというふうにも書かれておりまして、で先ほど申し上げたようにそのアップルミュージックであるとか、あとはスポティファイの各国の、ね、はい、プレイリストにもフィーチャーされているというねなしさんなんですけれども、はい、実はこのスカーズ、新しいシングルスカーズをリリースした時に、ねなしさんがツイッター上と、あとはネットニュースなんかでも取り上げられてましたけれども、ステートメントを発表してらっしゃって、それにすごく、はい、素晴らしいなと思って、今日は私の方からすごいぶしつけながらDM をご本人に送りつけてラジオに出ていただけませんかと声をかけた次第なんですけれども、本当に本当にありがとうございます。今日こそ呼んでいただきありがとうございます。もともとひろあきさん
という名前、ひろあきーさん、ひろあきー、はい、そうですね、という名義でもあのミュージシャンとしてこう長らく活躍してこられたわけですけれども、なんかこう私も今日初めてお話伺うので、はい、本当にそもそもなんですけれども、最初に影響を受けたミュージシャンであるとか音楽を志すきっかけになったアルバムとか、うん、そういったものからちょっと伺いたいなと思うんですけれども。そうですね、まあ、単純に音楽やり始めたきっかけは幼少期の頃にまあ、ニューヨーク住んでたんですけど、でその時にマーチングバンドっていうかブラスバンドで、まあ、サックス、アルトサックス演奏する機会があって、まあ、それが最初ですかね、その音楽やりたいなっていうか、まあ、音楽をやり始めたっていうのは、はい、でもまあなんか歌とかそういうエンターテインメントとか、まあ、ヒップホップとか、まあ、R&B とかっていうので言うとやっぱ、まあ、マイケル・ジャクソンの影響は多分強いのかなとは思います、ね。なるほどね、はい、ニューヨークでその子供の頃アルトサックスやってらっしゃって、はい、それは自分の意思で選ばれたんですか？なんか隣の、家の子がですね、はい、確か同い年か1個上ぐらいで、で彼もアルトサックスやってて、でうん、なんか全然そういう楽器があるってことももちろんその小2とか小3とかだったと思うんですけど、うん、知らなくて、なんか面白そうだなっていうので、まあ、相談してみたら、そのが当時は学校で楽器を貸してくれるみたいな感じだったんですけど、で、うん、が始めたきっかけですかね。へ、うん、え、そこからこうじゃあマイケル・ジャクソンなんかを通して音楽の世界にこうズブズブと入っていった、みたいな。まあそうすかね、まあなんか当時はまあ多分15、6歳ぐらいまでアメリカ住んでたんですけど、その時はなんかやっぱ歌を歌いたいとかっていうイメージよりかは、まあ演奏したいっていうところが強くて、で歌を歌いたいなっていうふうに思ったのはむしろ日本に帰ってきて、なんかそのカラオケの文化って結構強いじゃないですか。確かに、はい。でそれでまあみんな歌を歌い始めて、なんかまあ英語の歌も歌えるしみたいになって、ちょっとチヤホヤされるところもあるじゃないですか、うんうん、そういうのもあるから、まあなんかじゃあちょっと歌ってみようかなとかで、まあ高校の文化祭とかでまあなんかオリジナル作ったりとか、まあ、大学でもまあなんかちょっとずつやっててっていうのが、まあ歌っていう意味では志すきっかけにはなったかもしれないですね、そうだったんですね。その、うん、ひろあきさんとしては2010年にファーストアルバムをリリースして、はい、そうですね、でもう本当いろんな方のソングライティングに関わったり、プロデューサー、はい、プロデュースに関わったりしてらっしゃるわけですけれども、はい、今回もそのお呼びしたネナシとしての活動をスタートしたきっかけっていうのはどういうところにあったんでしょうか？まあそうですね、まあ10年くらい、まあ15年以上か、もっとそのひろあきとか、まあそれ以前にもいろいろ音楽活動をしてたんですけど、もちろんで、まあ、まあこの折り紙に2016年くらいに、まあ、入るようになったんですけど、まあそれより前にもうほんとずっと折り紙さんとは、はい、まあさんって言ったらいいんだな、折り紙とは、まあひろあきのアルバム の時から制作してもらったりとかっていうのもあって、でまあなんか一緒に出したいねとかやりたいねっていうのがあって、うん、でその中でなんかじゃあちょっと新しいプロジェクトでなんかそれこそなんか、うん、やってみたら面白いかもねみたいなっていうところから、あ、じゃあそうっすねっていうところで、はい、うん、でまあ自分の中でも結構まあ、旅行もそうだし、はい、まあ海外に住んでたっていうのもあるし、なんか演奏でそのひろあきとしても行ったりもしてたし、なんか普通になんていうんですかね、結婚式に呼ばれて演奏したりとか、うん、とかもあったんで、まあそういうところからまあ、ネナシっていう名前とか、はい、面白いんじゃないっていうのをまあお互い案内出して、で、あ、確かになんかそうつかみどころないっていうふうにも言われる時もあったんですけど、うんうん、まあそれはそれでそのキャラクターとして、はい、うまくいかせたらいいねっていうところで、はい、まあ、2017年くらいからそのネナシの、まあ、根を張っていく作業って言ったら変ですけど、を、まあ、コツコツやり始めて、はい、で2019年に、まあ、シングル、まあ、ファーストシングルを出したっていうところですかね。なるほど、はい、なんかこうちょっと匿名性の高いアーティストとして活動をスタートされた、はい、そのひろあきとは別にネナシとしては、はい、こう国籍とかも明かさず、はい、まあ、人種も明かさず顔も明かさずということで、はい、ネナシという活動を始めたということで、なんかこう、はい、自分のもう一つ新しい世界ができたなとか、はい、なんかひろあきとは違うアーティスト性をそこで開花させられたなとか、うん、そういう手応えみたいな、本当そういう、はい、気持ちは強いですね、はい、まあ、もちろんスタッフと相談いろいろしながらっていうところもあるし、うん、でなんだろうな、あ、そういうなんつうんですか、見せ方とか、うん、そういう曲も面白いねとかっていうののインプット
はやっぱ自分一人だけの感性では反応しきれないところもあったと思うんで、そういう意味ではなんかちょっと、まあ、僕一人だけじゃないプロジェクトでもあるっていう感じもちょっとあるので、うん、うん、そうですね、はい、なのでそういう意味では、うん、まあ、すごいみんなの影響も受けてるっていうところはあるかなと、うん、はい、今回スカーズという新曲をリリースするにあたって、そのこう素顔を明らかにしたというか、はい、そのアイデンティティを明らかにしていらっしゃったわけですけれども、はい、そのなんか心境、あとはそのご自身のメッセージをこう、まあ、インターネットを通して発表されたっていう、うん、そこはなんかどういった心境というか心変わりみたいなものがあったんでしょうか。心変わりっていうのはちょっと変かもしれないですけど、そうですね、もともとその明かせるタイミングがあったら明かしていきたいねっていうふうには考えてはいたんですけど、うん、なのであの別に例えばダフトパンクみたいにその覆面をずっとしたまま、うん、はい、あの活動休止しますみたいなっていうのは考えてはいなかったんですけど、うん、はい、まあ本当いつかねっていうところで、まあ、今回というか、まあ、この、まあ、パンデミックの中で、うん、まあ、結構みんな本当マスクしたりとかで、まあ、なかなか表情見えなかったりとか、はい、やっぱうん、そうですねっていうのがある中で、まあちょっとな、まあ、前向きで考えていいのか分かんないんですけど、はい、まあ、外していってなんかちょっと、うん、まあ、明るい方に行きたいなっていうのも含めて自分でちょっと、うん、まあ、撮りたいなっていうのがちょっとあったかなっていうところですかね、はい、ありがとうございます。なんか反響はどうでしたか。そうですね、まあ、あの歌を聴いてくださってる人は例えば、まあ、折り紙のファンでとか、それこそ、まあ、じゃあ、ひろあきのことはもともと知ってて、とかっていう人は結構、あ、そうだったよね、とかっていう感じでいてくれた人もいるので、うんうんうん、まあ、そういう方に対してはなんか、まあ、シークレットにしておいてくれてありがとうっていう気持ちもちょっとあるし、はい、でも全然知らなくて、そうなんだ、とか、あ、だからこういう、なんかちょっと、こういう音楽性なんだね、みたいなっていうので、リンクする人もいたし、うん、まあ本当全然知らないところで、まあ、ひろあきっていうものを存在を知ってくれるっていう人もいるかと思うので、はい、うん、まあそういう意味では、まあ本当いろんな反響はあったかなと思います。ありがとうございます。ではここでその話題の新曲を、みなしさんから、ご紹介いただきたいと思います。お願いできますでしょうか。はい、じゃあ、フェフスインゴ聴いてください。ねなしで Scars。ミュージックガラージルーム101、ただいまお届けしましたのは今夜のゲスト、ねなしさんの最新シングル5枚目のシングルですね、スカーズお届けいたしました。で、引き続きあのお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、あの今回発表されたそのステートメントの中に個人的にすごく、あ、ちょっとこれについてぜひ伺ってみたいなって思ったのが、そのアジア人としての R&B ソウルを追求していく時が来たっていう表現があって、はい、うん、で、かつまあその次にはこう、ね、人種や性に対する差別、文化の盗用などさまざまな問題が浮き彫りになる中でっていう言葉も続いていて、でまさにこうした内容もに関しても本当にここ、まあ、1年半とか1、うん、2年ぐらい非常に強く私もあの考えることがあって、一体そのアジア人が日本に住む我々がソウルミュージックであったり、うん、まあ、いわゆるそのブラックミュージックと称されるような R&B、うん、そしてまあヒップホップを、伝えること、あのもしくはまあ、ね、そうしたことをこうアートフォームとして、うん、あの世に表現していくっていうのは一体どういうことなんだろうって個人的にもすごくこう悩んで、いたんですよね、うん、でそこにこの、まあ、ねなしさん、ひろあきさんの言葉がこうあって、あ、なんかこういうことを考えながら音楽活動してらっしゃる方いらっしゃるんだなっていう、なんかちょっと嬉しいというか、うん、なんか光を見たというかそういう感じがしておりまして、はい、なんかこうちょっとぶしつけな質問ではあるんですけれども、ねなしさんの中でこうアジア人として R&B やっていくっていうのはなんかどういうお気持ちでやってらっしゃるのかなっていうのを今日聞きたいと思ってました。そうですね、まあ単純に言うとやっぱ音楽が好きだっていうところはあると思うんですよね、うん、あの本当に、まあ、R&B もそうだしヒップホップもそうだし、はい、もそうだし、あと、まあ、ジャズもそうなんですけど、そうですね、まあ、その中で、うん、まあ、僕がどういう風に表現できるかっていうのは、まあ、自分が、まあ、アメリカに住んでたっていうところでなんかやっぱ肌で感じたところもあるし、うん、で、まあ、マナーがあるだろうなと思ってて、はい、でそこはやっぱこう抑えておきたいっていうか、なんか踏み入れたくないところもあるんですけど、うん、踏み入れたくないって言ったら変だな、なんかステップオンサンバリーズトーズみたいな、なんか邪魔したくないというか、はい、だけど
まあ、シーンの中でそういう風に同じように思ってて、で、現地でどっぷり使ってやってる友達とかも結構いるんで、で、そういう人たちにもやっぱ話聞いたり、まあ、影響を受けたりして、で、実際僕、まあ、そのネナシーとあと一緒に、まあ、活動してるって言ったらいいんだけど、曲作ってる、まあ、気分屋っていうやつがいて、で、彼は彼で、まあ、その、まあ、アメリカ人なんですけど、なので、まあ、彼と一緒に過ごす時間も長いし、で、そういうので考えて、なんか新しいものを作っていく上で、まあ、今までもあの先輩たちって言ったら変だけど、もう別にそういうのにリスペクトがないわけじゃないと思うし、考えてこなかったわけじゃないと思うんですけど、もしかしたらもし、そういうのを表に 言わなかっただけなのかもしれないし、確かに、だけど絶対そういう、なんだろうな、同じように考えてやってる人たちは多いと思うので、まあ、そういう意味ではなんか、まあ、僕が一人言うことによってなんか他の人たちも、まあ、そうだよなっていうふうに、確かにそういうリスペクトとか、まあ、マナーを感じながら、そういうのに対して敬意を払いながらやっていくっていうことは大事なのかなっていうのは常日頃思ってますね。本当ですね。なんかもうすごいうんうんって言い、あの、うなずきながら聞いてしまいましたけれども、今後もそのネナシとヒロアキとしての活動は並行していく感じですか？そのつもりでいます、なんか、そうですね、ヒロアキ名義では結構日本語の曲とか、あと、まあ、どっちかっていうとそのジャズミュージシャンと一緒にセッションしたりとかみたいなっていう、まあ、作品だったり現場が多かったので、なんかそれはそれで並行して続けていきたいなと思うし、まあ、なんかどうしてもどっちかが忙しくなったらちょっとはどっちかがやれないみたいな瞬間はあるのかもしれないですけど、はい、まあそれはそれで、まあ、健全だなと思ってるんで、本当そうですね。ネナシとしては今後、まあ、例えばまとまったアルバム作品を作ったりとか、そういった構想ももちろん終わりですか？そうですね、はい、なんかいろいろオファーしたい人もいるし、なんか志保さん経由でなんか誰か面白い人いたらなんか嬉しいなと思うし、押し付けるようにしてちょっとこの人みたいな、とかもあるし、そうですか、ちょっといろいろまたそのケミストリーが、そうですね、どんな風に生まれるのか とても楽しみだなと思います、で、あの、先ほどからもその折り紙っていう名前が、出てこられて、それはまあ秀明さんとそしてねなしさんも所属している折り紙プロダクションズのことではあるんですけれども、その折り紙プロダクションズさんに関してももう素晴らしいレーベルだなと日頃、あの、もう簡単しながら、皆様の動きなどを見ているわけなんですけれども、つい最近では、あの、衆議院選挙の投票ですよね、あの、投票を促進するアルバム、ゴーボーとゴーリッスンというプロジェクトも発表されましたっていうことで、で、これもこう、あの、サイトの、なんていうんですかね、お知らせみたいなところを拝見すると、あの、まあ、アーティストとレーベルと一緒になって考えましたっていうことが書いてあって、素晴らしいなって。やっぱりこう、アーティストとその社会とかコミュニティとの関わりみたいなことも最近すごくな考えるところではあったので、なんかこうした取り組みに関してももしよろしければ今日お聞きしたいなと思いました。そうですね、まあ、もちろん発案者は代表というか、まあ、ボスの、あの、対馬なんですけど、だけど、まあ、常日頃からみんな同じように考えてるところではあると思っていて、で、なんか、まあ、本当このパンデミックの間とかでやっぱライブハウスが、あの、営業できなかったりとかっていうので考えると、僕らその折り紙に所属しているミュージシャンとかはそのプロダクションプロデュースワークとかもしたり、家で結構その、作業できたりするので、なんかそういう意味ではその生活がやっぱ、まあ、そのライブができない、あの、苦しさっていうのはあるんですけど、まあ、なんか、あの、まあ、ちょっとその制作にシフトが向いたとか、なんかそういうのでうまくやれてきたところはあると思ってて、なんだけど、例えばじゃあそのさっき言ったジャズミュージシャンとかだと、まあ、じゃあレッスンしたりとか、あと、まあ、ライブで毎日の、あの、生活のためにやってるっていう人もいたりするんですけど、で、それがまあやっぱ、ライブができなくなると、まあ、食えていけないっていうか、になるので、で、それに対してまあやっぱその、まあ政府がっていう言い方をしていいのか分かんないけど、なんかちゃんと手厚い、あの、面倒っていうか、ちゃんと文化に対してとかもそうだけど、あの、テイクケアしてくれてたところはあるのかなみたいなっていうのは、やっぱ、僕はまだ良かったかもしれないけど、他の近しいミュージシャンたちはちょっと心配だなって思う瞬間もたくさんあったんで、
そういうところを、まあ、もちろんあの折り紙としてもなんかケア、あのホワイトティースプロジェクトだったっけっていうので助けたいっていう気持ちで、はい、あのやったところもあったんですけど、でもなんかそのこれはいろんな人にも言えるところではあると思うんですけど、なんか、まあ、意見しなくても別になんとか回るじゃんっていうのっていろいろあると思うんですけど、うんうん、でも本当にそれでいいのっていうのはすごい常に思ってて、で何に対しても僕はこれが意見がありますっていうのって別にそうじゃなくてもいいとは思うんだけど、うんうんうん、まあ、自分の生活に対して何かこう意見を持っていないのってなんか、うん、大丈夫か大丈夫かなって言ったら、はい、うん、なんか変なんだけど、うん、なんかもうちょっと分かります、はい、あの何かを、まあ、変えられないにせよ何か自分の中で意見を持っておくっていうのって大事なことなんじゃないのかなって思って、うんうん、特に生活における、はい、政治とかにおいてはそうなんですけど、うん、そうだっていうので、まあ、別にここに投票しろとかっていう例えばアメリカほどのなんか、うん、あの、うん、確かに、まあ、はないけど、はい、うんうん、だけどそう自分の意思として投票してほしいなっていうのを、はい、まあ、もしこの僕らの曲とかを聴けるよとかっていうので、うん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 、ちょっとでまあじゃあまあなんか誰に投票したらいいか分かんないけど、まあ、ちょっとサイトぐらい見てみようかとか、まあ、じゃあちょっと投票所行ってみようかみたいなっていうふうに思うきっかけになればいいんじゃないのかなっていうところはあると思います、はい、そうですよね。なんかこう今までこうそういったミュージシャンの方であるとか、まあ、芸能人であるとか、はい、テレビ の世界の方とかやっぱそういったことをあまりにも発しなさすぎて、うん、その全く身近なもの政治であるとか投票に行くこと自体が全然身近なものじゃないというふうに感じられる方も多いのかなというふうにも常日頃思ってて、うんうん、そうですね、私もなので最初はなんか私が言ってもなとか思ったんですけど、はい、こうインスタグラムのまあストーリーとかでこう発信したりとか、まあ、ラジオでもちょっと話したりとかっていうことをちょっとずつちょっとずつやってきているわけではあるんですけれども、実際に今回この投票に行ったよっていう方が聴けるアルバムを、はい、まあ、あのダウンロード形式でリリースされて反響はありましたか？なんだっけ、十何万円ぐらいは一応寄付したんですよね。素晴らしい、はい、あ、そうかそう。で、しかも素晴らしいのがその売上金をまたね、はい、寄付にチャリティーに回す、そうですね、はい、というところで、なんか子供子ども食堂でしたっけ、はい、なんかそういう感じで、うん、まあ、やっぱ貧困、うん、まあ、シングルペアレントとかで、まあ、ご飯食べられないとかっていう、うん、まあ、人たちも日本でもいるっていうので、はい、あの、まあ、もちろんその投票行きましたっていう、まあ、本当自己申告制はあったので、実際にあの、まあ、行ってないけど行ったよっていうふうに言う人も別にそれはそれでダウンロードしてくださいっていう気持ちではあるし、うん、で、まあ、逆にその俺は行かないけどアルバムが欲しいっていう人たちは、うん、まあ、一応5000円で買えるっていう、うん、はいはい、まあ、プラス、まあ、投げ銭みたいな風にしていたので、うん、なんだけど、まあ、行ったけど、はい、その心意気で5000円払いましたっていう人もいらっしゃったりして、まあ、そういう中で、まあ、十何万と12万とかだったっけな、うんうんうん、集まったんですけど、はい、まあ、それを一応、まあ、ちょっと詳しいところは、はい、ホームページ見ていただければ、ね、はい、報告のね、はいはい、なので、まあ、そういう、うん、そうですね、まあ、何かそう音楽が何かに、うん、架け橋になるようなものに、はい、なったらいいなっていうので、はい、動いてるプロジェクトでした。お、はい、すごい。いやでも本当になんかこうしたことをこう旗を振ってやってくださる松島さん、はい、含めその折り紙プロダクションズのアーティストの皆さんには本当に敬意しかないなと思いながら、はい、いつもあの活動をですね拝見しておりますという感じなので、ちょっと、はい、ほんとずっとお話伺っていきたい感じがするんですけれども、はい、皆さん全然話し足りないですね。あの、そうですね、本当に話し足りない感じなんで、またちょっとですね、あの、まあ、ぜひまたアルバムなのか EP なのか、はい、はい、出来上がったタイミングでみっちりとお話を伺いたいなと思います、はい、そして今日は最後にもう一曲根梨さんから曲紹介をお願いしてお別れしたいと思います、はい、ありがとうございます。ヒップホップの番組ですので、ちょっとラッパーをフィーチャーして曲を聴、いていただきたいと思います。根梨で Be Vita V featuring Van Seal from Hocus Pocus。 渡辺志保がお届けしてきましたミュージックガラージルーム101、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、今週の放送はいかがでしたでしょうか、ぜひ番組を聞いてのご意見やご感想、そして質問やリクエストなどなどメールでお寄せください。メールアドレスは 101@bfm.co.jp 101@bfm.co.jp。 紹介させていただいた方には番組のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。メッセージには必ず電話番号を含めた連絡先を
をご明記ください。あなたからのメッセージをお待ちしております。というわけで最後はいつもですね珠玉のオールドスクールチューンでお別れしてたわけなんですけれども、今週はですねちょっと私が大好きなラッパーが急逝してしまいまして、で彼の一曲でお別れしたいなと思っております。ヤングドルフというメンフィスを拠点にしていたラッパーの方ですね。で私はですね結構こう彼のことをキャリア初期から注目していて、まあ、自分自身もメンフィスのラップが好きということがあるんですけれども、去る11月の17日に、地元メンフィスのですねクッキー屋さんの前でクッキーを買ったところをですね、撃たれてしまって、その場で息を引き取ったというニュースがありました。もう本当にこうねこういうなんていうんですかねニプシーハスの事件とかもそうでしたけれども、ね未来を約束されていた、才能あるラッパーの方がこうした形で、命を奪われてしまう事件っていうのが本当に、絶えなくて、いやもうねニュース聞くたびにズンという気持ちになりますけれども、いやまあ今はですねとにかくこう犯人がね、捕まることを祈るのみという感じでございます。というわけで最後はヤングドルフのメイジャーフィーチャリングキーグロックでお別れです。ミュージックガラージルーム101、ここまでのお相手は渡辺志保でした。また来週お会いしましょう。 See you!